ミュージシャン、そして都市伝説ステラーの百済陸です、今日はですね、幽体離脱のやり方についてお話ししようと思います。これはですね、以前北海道にね行った時に偶然本当に知り合った男の人がいまして、その人がかなりスピリチュアルでオカルトな人でして、そういう体験をガンガンしてる人なんですよ。で、意気投合しちゃっても初対面なのにすっごいいろんな話して、その中で幽体離脱の話をしたんですね。で、その人は定期的に幽体離脱をやっている人で、もう幽体離脱趣味みたいな人なんですけど、その人に教わったやり方をここでちょっと紹介します。はい、これ非常に簡単です。まずですね、部屋の中を暗くします。部屋でやるんですけども、屋内でね。で、部屋の電気を暗くしてろうそくを1本立てます。で、まあ正座でもあぐらでもいいんですけど、リラックスした状態でろうそくの前に座って、で、その1本のろうそくを見るときに視点をちょっとずらすというか、なんていうんですかね、ずらすとろうそくが2本に自分の目の中で分かれるじゃないですか。ちょっとなんか視点をずらして、で、その分かれたろうそくをもう一回元に戻すんですけども、普通の状態で元に戻すんじゃなくて、ちょっと前に数年前に流行った立体視っていう、絵が2枚あったりとか、あとなんかザラザラの絵があって、それを視点をずらして重ね合わせると文字が浮かび上がるとか立体に見えるとか、そういうものがちょっと一時期流行ったのって覚えてないですかね。その要領でろうそくを2本になったろうそくを重ね合わせるんですね。ちょっと音声だけなんで説明が伝わらなかったら申し訳ないんですけども、 3D 立体視の要領でそのろうそくを重ね合わせて見るらしいです。で、ろうそくを重ね合わせることに成功したら、その状態でしばらく、ずっとろうそくを凝視していると、で、その状態が続くとちょっと瞑想状態みたいな感じになって、どっかの瞬間で魂が抜けるっていう風に思うらしいんですよね。で、大事なのはその時に普通の人間だと怖いってなって、もう直感的に何ですかね、本能的に魂が抜けるっていうのが分かっちゃうらしいんですよ、その時に。で、それが怖いからそこでやめちゃうらしいんですけども、幽体離脱したかったらそこでやめちゃダメらしいです。そうすると面白いように魂がスル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 抜けていって、いわゆるよく言われるやつですよね、天井から上空から自分のことを俯瞰して見てる状況になると、で、その北海道の彼は何回もその状態を経験していて、魂の状態でいろんなところに遊びに行ったりとか実際したらしいです。で、いろんなところに行けるのに気づいて、これ宇宙にも行けるんじゃねえかなと思って、実際宇宙にも彼は行ったらしくて、彼が言うには火星の手前まで行ったことがあるらしいです。月をと通り越して、で、火星の手前まで行って火星に入ろうとしたんですけども、火星に入ろうとしたところで、いや、ちょっとこれ怖いな、戻れなくなったらどうしようっていうふうに思ったら、シューッつって一気にもう自分の体に吸い込まれるような形で、魂が戻っていったそうです。前にうちの相棒のペイ君をねゲストに迎えて、ペイ君が幽体離脱した時の話をしましたけど、やっぱそれにちょっと似てるんですよ。なので2人とも僕は嘘はついてないと信じてるんですけども、基本的にこのやり方でね、そのろうそくを使って部屋の中を暗くして、まあこれはリラックス効果を促すため、あとろうそくを見やすくするためらしいんですけども、このやり方を使ったら、幽体離脱が可能らしいです。はい。で、僕はですねやってみようかと思ったんですけど、ちょっと怖くてまだやってないです。というのはですね、僕の仲のいい友達の、ベーシストであり、怪談師でもある、
原くんという人がいまして、彼の話をちょっと一回聞いちゃって、幽体離脱してる最中に他に魂が抜けた人がいて、その魂が抜けた人が悪い人だった場合、自分の体を乗っ取っちゃうことがあるっていう風に教えてもらったことがあるんですよ、うん、でその悪い人っていうのは、まあ、いろんな人がいるんですけども、犯罪者で監獄にもう獄中にいる人だと。でその人が獄中の中から幽体離脱をして、魂の状態でいろんなところに遊びに行って、面白半分で魂抜けてるやつの体の中に入って好き放題やっちゃうという話を聞いたことがあるんですよ。で、まあ、彼も話し方が怖いんで、うん、やけにちょっとリアルな感じを受けてしまって、僕はちょっとまだやってないです、うん、ただ興味のある人はぜひね、この幽体離脱、やってみてほしいなと思います。はい、やってみてどういう風になったかという結果をぜひですね、メールなりなんなりで教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、でその北海道の彼っていうのは、幽体離脱以外にもすごくいろんな不思議な経験をしていて、自分ので会社を経営してるんですけど、その会社が立ち行かなくなった時に、偶然ですね、ある有名人に会って、でその有名人に助けてもらって会社が立ち直った話だったりとか、あと何年に1回、毎年1回かな、1ヶ月間だけもう自分が思うことが全て叶う月があるらしいんですね、その人。それ以外の11ヶ月というのは別に普通なんですけど、その1ヶ月だけは、自分が思ったことが全部現実になると、まあ、いいことも悪いこともって言ってたかな、確か、うん、そういう月があるっていう、ちょっとね、特殊な人なんですよ、うん、彼はね、ちょっとまたぜひ会って話をしてみたいなと思う人物なんですけども、うん、今日はそのね、彼の話の中の幽体離脱のやり方についてお話をしました。はい、ぜひやってみてもらいたいなと思います。はい、くだらりくでした。ありがとうございました。